頑張ってね。
俺だって精一杯やったけど。でも、今までの全部、無駄だったみたいに言うな！お前らさ、もう敵同士じゃないって分かってる？バレーボールは繋いでなんぼ。勝負しろよ、俺と！おい！大地さんの話の途中だろうが！何の勝負だ？バレーの！決まってんだろ！1対1でどうやって勝負するんだ？パスとか？パスに勝ち負けがあんのか？聞けや、こら！騒がしいな、バレー部。教頭先生喧嘩じゃないだろうね。まさか切磋琢磨ってやつですよな。何かっつうと問題行動に従う教頭だからおとなしく。サーブ打てよ、全部取ってやる。こら！お前のサーブ、去年は一本しか取れなかったからな。俺だって、いろんな人たちと練習してきたんだ。もう去年までの俺とは違う。去年とは違うか。俺だって去年とは違うぞ。こらこら君たち、勝手なことはやめなさいね。あれは1年生かね。落ち着け、ビビるな。おばちゃんたちのサーブで散々練習してきたんだから。行くぞ。ジャンプサーブ、去年は普通の。こんなサーブ打つやつ、女子にもおばちゃんにもいねえんだよ。それのどこが去年と違うんだ。もう一本。おい、いい加減にしろ。首相の指示を聞かないなんて問題だね。お、反応早い。きっちり正面でボールを捉え。あぶ。こんなことじゃ。あれ、ズラだったのか。気づくの遅えよ。みんな入学式で気づいてたぞ。ブッ、お前ら。黙れ。田中も黙れ。沢村君、ちょっといいかな。幸いにも
特にお咎めなしが、何も見なかったことにしろ。だがお前ら、お前がちゃんと取らないからだ、下手くそ。何の去年とは違うだ。ふざけんな。期待して損したクソが。いちいち一言余計だな。なあ、少しお前らがどういう動機でカラスノに来たかは知らないけど、当然勝つ気で来てるんだろ。はい、もちろんです。カラスノは数年前まで県内ではトップを争うチームだ。すぐ帰ってくる。一度だけすぐ帰ってくる。全国へも行った。でも今は良くて県ベスト8。特別弱くも強くもない他校からの呼び名は落ちた強豪、飛べないカラス。カラスノが春高で全国大会に出た時のことはよく覚えている。近所の高校のたまにそこらですれ違う高校生が、東京のでっかい体育館で全国の猛者たちと戦っている。鳥肌が立ったよ。もう一度あそこへ行く。小さな巨人と同じコートに行く。そのためにはチーム一丸とならなきゃいけないし、共闘にも目をつけられたくないわけだよ。俺はさ、お前らにお友達になれって言ってんじゃないんで。中学の時にネットを挟んだ敵同士だったとしても、今はネットのこっち側同士だってことを自覚しなさいって言ってんのね。どんなに優秀だろうが、一生懸命でやる気があろうが、仲間割れした挙句チームに迷惑をかけるようなやつは、いらない。互いがチームメイトだって自覚するまで部活には一切参加させない。Yeah.
もらって、これで一旦終わります。また続きは明日やりますんで。
それじゃあ皆さん、またね。続きは明日またやりますんで見てください。すいませんでした。